さあ、はい、番組お届けしておりますが、あれなんかん、お、ね、東急関係者の方から今 LINE が来てですね、うん、白水王の牛主に電話してあげてっていうふうに来てるんだけど、うん、中村タカさんから来てます。かけていいのかな、突然に、うん、怖いわよ、たまによ、かけてーって言ってよ、本人に何も伝わってないのに、かけてから。何ですかって。で、一回、誰か分からない人が取り寄ったからや。そんなのがあるから怖いわよ、本当に。中村さん、中村さん、一回話し通しても、ね、毎回かけた時に、全然話し通ってなくて、あ、一回切りましょうねって切ってよ。本当に。大丈夫かな。あと番号間違えてかけてしまって、うわ、あ、どうも何々牛舎の何々さんですかって言ったら、あ、違いますってすぐ切ってよや、あ、すいません間違えました。放送持ってるのに、はい、面白いですね。じゃあ、あともう番組がわずかなので、はい、まあ、昨日の対戦、ここから紹介していくと、赤人対全勝工業柿屋、これ面白かったな。うん、ねえ、今度ちょっと柿屋っていう牛はちょっと、惚れましたね。かっこよかったですね。かっこよかったな。かっこよかったよ、これ。あれ。めちゃめちゃファンになりましたね。横取られた時のあの、回る速さよ。速いよ、あれ。もう普通あんな速く回れんからね。ちょっともうボクシング見てるかのような感じで、くらってくる。初めて見た、あれ。何あの動きと思って。本当に一瞬でね、時計までくるって対応して、で赤人のあの押し込みを3度耐えて逆転勝ち、うん、ね、ああいう感じの勝ち方好きだな、かきやね、うん、あ、いやすごいよ、かっこいい、うん、かっこいいよね、うん、惚れますねこれは本当に、ね、牛じゃなかったらマジで惚れるかも、結婚したいってぐらいになるかも、かき屋と、うん、あの試合終わった後なかなか、人に来る牛だけど大丈夫誰もにもう背中乗せないで、ね、そういう癖があるのが出るんですよ、過去に一回あったわけ、危ない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 って言うのか危ない、そっからなんか俺も一応勝利した後見てて怖いわけよや何かないかなって、そうそう、でもああいった長期戦戦った時は、うん、ああ虫も疲れてるからちょっと安全ではあるけど、はい、そうだから勝利した後上に乗れないっていう欠点がある昨日もね、普通にちょっと回ってピューって帰ってきましたね。ね、カキはあのゆかり賞獲得してるわけさ、うん、もう勝利した喜びでかな。さっきあの闘牛の事務局の方が連絡あって、うん、大衆あの全勝工業カキや、うん、昨日あの三賞の商品取りに来てないよって三賞の商品取り忘れてるそうです。忘れちゃったんだ、ね。喜びすぎたんでしょうね。ぜひ受け取ってください。はい、なんか商品券らしいですよ。受け取ってくださいね。さあ、そして、たくま王対、日券爆撃は14秒でたくま王の勝利。そして、天星対南星ゼウス。この試合が、リターンマッチ。2019年に一度戦って勝っているのは天星。で、昨日の試合も8分51秒で天星の勝利。これが闘牛のやっぱこのジンクスというか、うん、難しいね、うん。リベンジ果たすっていうのが、本当にやっぱ、なかなか成功しない。はい、闘牛のこの辺ね、ジンクスというのを覆すことができませんでした。あ、今、本人に許可取れたらしいので、かけてみます。これで電話番号間違えたら最悪だからな。焦らずにお願いします。今スタンバイ、はい、あと少し、もうあと番組が少しなので、はい、ね、少しなので、こっち白水王の牛主ですね、はい、新座とゆうたさん、はい、はい、行きましょう。これ最後の最後電話間違えたら最悪だ。もしもし、はい、はい。あ、新里裕太さんの携帯ですか？あ、そうですよ。あ、どうも、伊波大志です、東京アナウンサー。あ、はいはい。おう。中村タカさんから連絡来ました？あ、来ましたよ。おう、よろしくお願いします。お願いします。昨日、いい試合したね。あ、はい。どんな風な感じで見てました？昨日は。一応、道具嫌がってるなって思ってたんですよ。うん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 。かけで殺したんで、うん、よかったと思います。ああ、やっぱ得意のもういつものかけ技。はい、はい、なんか聞いたところ言うと、お、南部農林学校だよね。あ、そうですよ。南部農林です
南部ノータリン高校。これ学校がかな、はい、本人がかな。あ、学校じゃないですかね。でじゃあさ、怒られるよや。あ、俺思い出した。前、あれなんか、鳥を、なんか、授業で切る話した。その時の、ゆうたくんね。はい。ああ、そうだそうだ、話した。なんだったっけ、なんか。電車で借りしてた人です。そうだね。南部農林高校でいるとね、勉強して、よく聞くのが、はい、授業の中で自分たちで鳥をさばくという授業もあるんだよね。ありますよ。あれ、抵抗なかったの？あ、ないでしょ。ないですよ。ないですよ。はい、ないですよ。チャークルシーですよ。チャークルシー。いや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 。いい感じの。チャークルシーなの？はい。すごいこと言うな。でも他の人たちはどうなの？この那覇とかからも来るでしょ。みんなできるのそれ？あ、もう手震えてできないですよ。ああ、都会の人たちは。はい。でもゆうたくんは？俺は田舎だからもう、うん、牛ちゃんちだからちゃん苦しいですよ。どんな会話してるわ。このくだりもう一回ぐらい聞きそうな感じですね。全然面白いやつさ。待って、卒業したら何するの？卒業したら一応メス買います。あ、メス牛？音がメス買ってるので、うん、おー、そうなんだ。繁殖農家します。繁殖農家、はあ、ね、じゃあこれからじゃあ繁殖やって闘牛もやっていくのかな。はい、闘牛今何頭いる？闘牛は今4頭っす。何と何？バンダと、うん、竜王代理教費12月に出るやつ。あは、はい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 。と美容が2ついます。へえ、そうなんだ。はあ、はい、このじゃあ若いのも今後闘牛として育てている最中。はい。おー、面白いね。そっか、なんか、じゃあ卒業したら、なんか大学とかではなくすぐ、この農業の仕事に就きたい感じ？はい。おー、何頭ぐらい牛飼いたいですか？繁殖では。80頭ぐらい飼いたいです。おー。今学校行きながら闘牛も世話してるさね。はい。学校終わってからすぐ牛小屋？メス小屋終わらせてから闘牛。うん、ああ、忙しい。すごいね。もう休みたいと思うことないの？あ、思わないっしょ。これなんで？牛が好きだから。はい。今日は DVD も見た？あ、まだ見てないし。あ、まだ見てない。動画見たんですけど。どんな、やっぱ試合の時っていうのは緊張してる？あ、もう死ぬドキドキですよ。そうなんだ。なんか、験担ぎとかルーティーンみたいなことやってる？勝負前に。アイパーですね。アイパー？アイパーやれば？髪型にな。赤身の豊かさに負けないように。嘘。あれ何？あれ、南部でも流行ってるわけ？あれ。焼けなだけかと思ったら。もう田舎の伝統ですよ。田舎の伝統。はい。面白いな。いや、本当にじゃあ今後もね、闘牛発展のために頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。すいません、ごめん、もう一回あれ聞きたいな。いつも鶏をどうしてるんだった？鳥を。チャークルシーです。いやありがとう、ありがとうございます。あんまりよそで使うなよこれ。俺だからどうにか拾ってるよ。はい、ありがとうね。はい、いやいや、思い出した。あの、ね、何年か前に1年生の時かな、まだ高校入った時に、はいはい、そのインタビューしたわけよ。ああ、将来何やりたい？でも南部の檻に出たら、よく噂でこのね、自分たちで命の大切さ、をちゃんとこう養うために、はい、自分たちで鳥さばくのもあるんでしょうって聞いたら、あれ大変じゃないって言ったら、いやー、茶苦しいですよ。いや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 、どんなこれで思い出したんですね。ね、でも抵抗ある人もいるんじゃないって聞いたら、ああ、那覇の人たち低下しかばーですよって言ったら、いやいやいや、何の話してるばーと思って。ああ、面白い。強烈ですね。なんか大物なりそうですね。ね、
いやでも面白い牛をねこんだけ普通学校行きながら世話できるから、うんうん、いや大変だと思う。相当な愛情を持ってるんですよ。だって休みたいと思ったことがないって言ってましたね。大好きなんですね。大物になりそうです。はい、はい、ありがとうございましたさあ伊畑医師の闘牛です。でこの番組は闘牛ショップ牛の島やら闘牛ビデオ居酒屋牛心プティフールおでん大吉上村酒造菊原工務店徳之島居酒屋よいよい各社の提供でお送りしました。この後8時からも生放送やりますよ。マイコありがとうございました。